私は専業主婦のミカ、33歳です。夫のアツシとの間には4歳の娘マナがおり、マイホームで3人で暮らしています。可愛い娘に恵まれて幸せと言いたいところですが、一つ問題が。それは夫が何かにつけて口論を持ちかけては離婚をちらつかせること。この間口論した時にはかなり激しく詰め寄られ、離婚届数枚にサインまでさせられました。夫はその離婚届を提出までしたのです。不受理申請して取り下げてこいと言われ、慌てて役所に走りましたが、幸い書類不備で受理されていませんでした。でもそこまでする夫に嫌気がさしていました。それから私もできるだけ口論を避けていたのですが、調子に乗った夫の行動はどんどんエスカレートしていきました。ごめん、帰りに朝食のパン買ってきてくれる？はあ？買い忘れちゃってごめん。ご主人様の飯を忘れたのか？まだあるって思っててごめんね。なら明日はご飯でもいい？はあ？俺朝はパン派なんですけど。わかってるけど。わかってるなら買い忘れんなよ。お前専業主婦だろ？そうだけど。ああ、そっか。そっか、わざとか。え？毎日働いているお礼の当てつけか？一日の始まりをパンでスタートしたいっていう、わずかな望みも叶えてくれないのか。だから買ってきてって頼んでるんだよ。俺が買ってきたら、それはお前が叶えたことになんないから。それに、お前に食費渡してるよな。その食費ケチるために、わざと買い忘れたのか？帰ったらちゃんと返すよ。だから仕事帰りで疲れてる俺に買い物してこいって？大した身分だな、専業主婦のくせに。ご主人様にできるだけ楽させてやりたいとは思わないわけ。もう分かったよ。後で買いに行くから、それでいい？ああ、それが狙いか。はあ？外出する用事を作って男と密会するつもりだな。そんなことしないよ。嘘つけ。はあ？離婚届出してきてやる。明日からお前は職なしシングルマザーだな。もう、こんなことくらいで離婚とかありえないでしょ？こんなこと？ご主人様を大切にしてない奴と夫婦関係なんて続けられるかよ。この前も書類不備で受理されなかったじゃない。今回はバッチリだよ。ああ、24時間受け付けてくれる役所が近くにあってよかった。こんなことで離婚なんてありえないから、ご飯の準備もしてるから帰ってきてよ。帰ってきてくださいだろ。もう帰ってきてください。やだね。離婚したくなかったら止めに来るんだな。じゃなきゃ提出してやる。わかったな。夫が本当に離婚する気がないことはわかっていました。夫が保管している離婚届は、義両親に承認欄まで書いてもらっているものの、わざと自分の名前を間違えたり、印鑑が押してない不備なものばかり。私に謝らせて優位に立つための手段として離婚届を出すパフォーマンスをしていたのです。そう分かっていても止めに行かないと面倒なので、娘を連れてわざわざ役所に行き、夫に私が謝る形でその場は丸く収めました。それから数日後の夜、娘が寝た後、何気なく求人情報を見ていると、夫が突然大きな声を上げたのです。何見てるんだよ。もう急に何？俺の給料じゃ足りないってのか？見てただけだって。俺と別れるつもりなんだろ。だから仕事なんて。もうなんでそういう話になるのよ。チラシが入ってたから見てただけ。嘘つくな。もうやめてよ、マナが起きちゃう。またそうやってマナのことばっかり気にして。マナはお前に何してくれた？1円も稼いだことないだろ。あいつは何言ってるのよ。俺は毎日お前のために働いてるのに、お前はいつもご主人様である俺を差し置いて、マナマナって。その上、俺を捨てて仕事を始めて、そこで新しい男作るつもりなんだろう。はぁ？勝手に暴走しないでよ。お前はそんな女なんだよ。ひどい。ミカはどうせ俺がいなくても、マナがいたらいいんだろ。マナが金を作ってくれるといいな。はぁ？もういい。今度こそ離婚だ。お願いだからやめてよ。やめねえよ。離婚届出しに行ってやる。俺と別れたくなかったらまた不受理申請すりゃいいだろ。そんなパフォーマンスしないでよ。なんだよパフォーマンスって。
離婚届提出するたびに書類不備で受理されてないんだから、口論くらいで離婚届出すのやめようよ。迷惑だよ。うるせえ。俺はいつでも本気なんだよ。不備になったのなんて確認不足なだけだし、俺が本気だってところ見せてやるから。お願いだからやめてよ。見ろよ、今度は完璧な離婚届だろ。俺の気持ちが分かったか。マナのことばっかり可愛がりやがって、ちょっとは俺への愛情を証明しろ。分かったな。はい。夫はそのまま出て行き、残された私は悔しくて溢れ出る涙を拭いながら、夫への愛情を証明しなくてはと準備をして娘を抱きかかえ家を出ました。それから1時間後、夫から LINE が来ました。もう提出したからな。あら、そう。朝一で不受理申請しないと今度こそ本当に離婚しちゃうぞ。じゃあ離婚成立ね。はあ？お前が不受理申請したら離婚届取り消してくれるだろう。不受理申請なんてしないよ。はあ？まあ正確にはできないの間違いか。はあ？何言ってんだ。不受理申請のこと勘違いしてない？知ってる？不受理申請はね、相手に勝手に離婚届を出される可能性があるから受理しないでくださいねって事前にお願いするための申請なんだよ。つまり離婚届の提出前に出すものなの。受理されたものを後から取り消すことはできないから離婚成立ってこと。私にはもうどうにもできない。じゃあこの間お前が取り下げに行って取り消しになったのは？そもそも書類不備で受理されてなかっただけだよ。でも書類不備があったら離婚は成立しないんだよな。あったらね。なら大丈夫だ。今回も印鑑を押さずに提出したから。わざと押してなかったの？あんなに離婚は本気とか言っておきながら。だってお前がいつも俺を二の次にするからいけないんだぞ。俺の方がマナよりも頑張ってるのに。いつもマナマナって。離婚されても仕方ないんだからな。これに懲りたらもう少し俺のことをいたわれよ。は？俺がわざと印鑑を押さなかったから離婚せずに済んだんだから、ありがたく思えよ。俺の機転のおかげで離婚回避できたんだから。できてないけど。印鑑がなきゃ不受理だよ。安心しな。印鑑押してあげたよ。はあ？何回も書類不備になるから保管してた離婚届全部確認しておいてあげたよ。印鑑とか日付とか保証人とか。はあ？何やってるんだよ。冗談だよな。だって離婚したいんでしょ。印鑑がないって気がついてないって思って親切で押してあげたんだよ。嘘だろ。どうすんだよ。受理されるじゃないか。だからさっきからそう言ってんじゃん。取り消す方法ないのか？ないよ。何のんきなこと言ってるんだよ。離婚だぞ。俺たち夫婦じゃなくなるんだぞ。やだな、アツシ。もうすでに夫婦じゃないんだよ。おい、やめろよ。止めたのに離婚届提出したのはアツシだよね。それは成り行きだよ。ならさ、もう一回席入れような。はあ？ご冗談でしょ。こっちはあなたから一方的に離婚を迫られた時からすでに弁護士に相談してますから。弁護士？娘の親権は私がもらうね。養育費に慰謝料もろもろ払ってね。離婚なんて認めない。絶対別れてやるもんか。それは弁護士と話して。シングルマザーの職なしが娘育てられるのかよ。ああ、それはお構いなく。あなたからの養育費もあるし、働き口もあるの。簡単に見つかるわけないだろ。お前の俺への愛を確かめたかっただけなのによ。確かめられてよかったね。私が全然愛してないってことを。お前のために働いてきた俺よりも泣いてるだけのマナを取るんだな。後で後悔することになるぞ。あのね、アツシ、マナのこと何もできないとか言うけど、この娘は私にとっては最愛の娘なの。ふん、綺麗事言うなよ。それにね、マナスカウトされてキッズモデルしてるの。とってもお利口さんでキュートだから CM の仕事も入ったの。そんなこと聞いてないぞ。言ってないもん。でね、あなたの給料あっという間に越しちゃいそうなの。はあ？マナもノリノリで将来はランウェイを歩くのが夢だって。ランウェイ？誰かさんは1円も稼げないなんて言ってた最愛の娘、誰かさんよりも稼いでるってわけ。嘘だろ。
何かにつけて競ってた4歳の娘に勝てる唯一の砦の収入。あなたすでに負けてたんだよね。そんな。可愛い我が子よりも愛されようなんてずうずうしいっての。それじゃああとは弁護士と話してね。嘘だろ。おい、一人にしないでくれよ。三人でやり直そうよ、ミカ。離婚届は無事に受理されており、その後弁護士を介して慰謝料と養育費を支払ってもらうことも決まりました。まだローンが残っている広いマイホームに一人で住みながら、元夫は養育費やローンなどを支払い続けています。私たちは高層マンションに引っ越して新しい生活をスタートさせ、娘は芸能活動を楽しんでおり、娘の給料は全額貯金をして娘の将来のために蓄えています。私は娘のマネージャーをしながら充実した日々を送っています。元夫が離婚届を勝手に出してくれたおかげでスムーズに離婚できて清々しています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。